こんにちは。今日はこの日本の伝統的な髪飾りかんざしと呼ばれるもの、これを紹介したいと思います。日本では古くから伝わっているかんざしですが、昔は和服の時に使われる髪飾りとして使ってきました。ですが現代では、今のファッションに合わせたかんざしが出てきていて、一般的に使われるようになっています。なのでお土産としてもとても人気が出てきています。では実際に使ってみたいと思います。ここにただ刺すだけなんです。じゃん、お団子に。どうですか、とても合う可愛い髪飾りです。お団子に刺すだけなんでとても簡単に使えます。他にもポンパドールにした時に刺したりとか、編み込んだところに差し込むこともできます。ぜひかんざし使ってみてください。では日本の旅行楽しんでね。